こんばんは。お話し会の無理休憩時間だけど、これはやばい。お話し会なんかね、休憩時間の人あんまおらんっぽい。いい感じに置ける場所がない。まあいっか、下からガクガク。そう、今は5時間目が始まって、私は5時間目休憩時間なので、お弁、夜のお弁当は武蔵。これは ラムチャウダー、めっちゃ美味しい。めっちゃ下からガガク。MJ さん、ナラブさん、ラブレター、キュウリアさん、チコちゃん、スケさん、キョンシーさん、アバッタンさん、ナラブさん、あたたか配信、ケイト、カエルさん、めっちゃ可愛いギフト、フクポーさん、イトちゃん、クマは、ナラブさん、あなたは、竹まつるさん、ありがとうございます。今日はね、6時間目が最後の時間なんですけど、6時間目後に生誕セレモニーをしてもらえるらしいので、ぜひ皆様、会場に残っている方、残ってくれたらと思います。なんか
お話し会にね来るファンの人に最後まで残ってくれるんって言ったら、それあるの知らんかったってめっちゃ言われてそう、知らんかったって言われたんや、めっちゃ。なので、みなみさんがタンプレくれたんですけど、かわいいジル・スチュワートのやつとハイライトチークくれた、嬉しい、わーい。もうめっちゃサラサラって感じの色。いただきました。こうして STU としてタンプレをもらえるのも最後だと思うと悲しいよみなみさん悲しいで。タンプレはみんなあげる相手の気持ちになって選びますよね。お話し会ね、今日もあるけど明日もあります。いや、これこのクラムチャウダーマジで美味しい。マジで美味しいです。めちゃめちゃうまな。めちゃめちゃうまな。クラムチャウダー。次の時間はね、ツーショットなので、そろそろ崩れてきたので、髪の毛をやり直します。もう気づけばこんな時間になってね。早い。早すぎ。そう、お話し会はメイクさんいないので、今の髪型も自分でやりました。
可愛いっすか、ありがとうございますね。スケさん、ヨシトさん、ヤジウマさん、ミノルン、ケイト、ヨシさん、奥行きさん、ダーワさん、おいでますぎんきさん、ありがとうございます。明日も来ますからね。明日も会場一緒よね。暗いね。ちょっと仕方ないかもしれん。暗いですが、ちょっと下からなので。なんか今日特にね、あっという間に感じる。もうツーショットやったら終わりかって感じ。早く感じます。まあもうちょっとみんなね、会いに来てもいい、くれてもいいのになとは思いますけど。そう、次はもうツーショットでおしまいです。そう、今もねお話し会再販受付中ですので、ぜひ、もう3月分残すところは3月分のみですが、今予定されているお話し会はもうそれだけなので、最終再販なのでね、ぜひ来てくださいな。ぜひとも来てくださいな。次のねお話し会は予定はまあもちろん当たり前ですけどされてないので、まだツアーとかもあるけんね、すぐにあるとも限らないので、予定されているところに来てくれれば嬉しいです。ナラブさん、ひーちゃん、バーバブさん、地方サラピ大好きボーイさん、ありがとうございます。ぜひお待ちしております。暗いね、めっちゃ下から画角、しかもリップ塗ってない。ちょっとすごい下から画角で
すいませんって感じで。このぐらいだったらでもうちょっと明るいんやけど、ちょっといけそうで、いけそうでいけない。こうなる。これはこれでちょっと上すぎる。こうか、さっきの画角か。うわ、これはこれでやばい。やっぱこっちだね。ローアングル。下から見ても上から見ても、横から見てもみたいなやつ。下から見てもいい女困っちゃう。みたいな歌、最近 TikTok で回ってくる。上から見ても下から見ても横から見てもいい女困っちゃう。ご機嫌ってさ、別にご機嫌じゃないから、普通だから。最後ちょっと鼻歌歌ったりとかしたらご機嫌っていうのやめてくれる？私のご機嫌はこんなもんじゃないから。分かったふりをやめてちょうだい。ご機嫌さよなら、ラララララ、ラララ、ポポポポ。うん、茶葉が溜まってる。やばい、ちょっと周りも真っ白になってきた。ピエール・エルメのクープグラス、あ、美味しかった。マジ行ったことあるわ。最近ね、懐かしいなと思ったアイズワンさんの曲を結構聴いてます。ご機嫌さよなら、ラララララ、背中を押してててて、勇気をもくれた、ずっとずっといい人、とっとっとっと、あなたは会えないのにずっと仮不思議、どうしてなんか曲ってさ、思い出すじゃん。あの時この曲聴いてたなみたいな、その聴いとった時の年を思い出す。どうしてどうして、とっておきクリスマスを私が聞いたら、いまだに一番初めに行った AKB さんの握手会を思い出すように。
よーし、一旦 OK かな。大好きなケープ、これなしでは生きていけません。マーモルンさん、MJさん、ナーラブさん、ありがとうございます。そうで、上から見たらちゃんと、上から撮ったらちゃんと可愛いからね、こんな下からだからあれですけど、もうメイクもよれてくる頃ですよ。もう朝から時間経ってますからね、気づけば。あれ？あれれ？あれれれれ？あれれ？あれれれれ、見つからないな、なくし物が。まあいいか、映ってないね顔。ちょっと荷物の整理しよう。よいしょ、あ、そうだ、今日こっちのリボンも持ってきたんだった。これはちょっと後で付け直そう。ちょっと大きめを付け替えます。つけるか悩むな。今日ね、加湿器を持ってきたんやけど、加湿器を持ってきたら加湿器に、あ、そんな加湿器って言ってもそんな大きいやつじゃないけど、持ってきたらその加湿器をにの中に地味に入っとった水がちょっとバッグの中で出てしまい、バッグの中で漏れてしまい、バッグの中がちょっと濡れてしまってね。乾いたかな、そろそろ。悲しい。まあまあ乾いたけど、下バッグ変えるか、ちょっとショック。そう、なんか、え、なんか濡れてないって思ったらね、
構濡れとった。そう、まだね、水やけん許されるよね。あった。まだ水、水だから。次はアナちゃんとディズニーで買ったやつつけてます。あんまり見せると良くないので。よいしょ。そうだよね、今日世の中3連休の合間の日ですね。3連休というか、その前のフグフェスから私はイベント続きでございます。誰もいないから静かです。カカエルさんとサッカーはいいと、ありがとうございます。止まった、戻った。なんか固まってびっくりしたよ。私のコスメは言ったっけ？え、言ったよね。実家の車にメイク道具丸ごとポーチごと丸ごと持って帰ってしまって、そう、乗せたまま忘れてしまって、今私にはいつも使っているメイク道具がないんですよ。だから、そう、前使っとったけど今使ってないやつとかがあるとかを使ってね、メイクしてるんですけど、
今日は昨日ひなさんにもらったタンプレでもらったなんだっけ、あの下地をね、あ言わんかったっけ、そう下地を使った。そう実家の車にね、でも意外とねどうにかなる。意外となんかいつも使っとるやつじゃないやつたちがたちって言っても前に使っとったやつとかや経験とか最近新しいの買ってとかのやつやけん、まあ別にそんなねめっちゃ変わるわけではないけど。あいたた。なのでメイクポーチも超シンプル。いつものメイクポーチじゃありません。ファンデーションと、そのファンデーションは新品ないの、まさかの逆に、逆に新品です。これやっぱね色がちょっと暗いけど新しいファンデーションを買わないといけない、覚えておきます。まあ、下地は今日はひなさんがくれたやつを使いましたが、それは家でやってきたのでもう今は持ってない。コンシーラー、そう下地はね2種類ぐらい、もう2軍が2軍というか1軍というかあったので、ひなさんにもらって3つ予備ができました。下地はいっぱいある。そうメイクポーチごとね、そう上から見たらもうちょっと可愛いんですよ。ただ今はちょっと下から画角、ほら上から明るいとこで見たら下から見るよりもだいぶ可愛いでしょ。そう下からやったら超暗いけど、ううんってなんや、ううんとはかわいいよ。ありがとう。乾燥してきた。コンシーラー。ハイライトは、あ、そうや。ハイライトは南さんにもらったので。これを使ってみようかな。チークも南さんにもらったやつ使ってみた。今日南さんにもらいました。かわいい、見た目もかわいい。でちょっとアイシャドウを足して、ダブルそのメイクはね、しかもねお話し会の時ってさ話すけんさ、ずっと話しとるけんさ、この辺を使っとるけんメイクよれやすいん。今日
今日は涙袋に南さんにもらったラメをつけました。アホゲは大丈夫そうかな。ケース見せたいね。ケースをね、韓国で買ったやつを、これこうしたらどうなるか見えるんかな。あー、いけた。見て、これとこれお揃いなんですよ。同じやつを見つけて、この前髪クリップとこのこれ、これあれむずっ、こうや。これどこ見たらいいんやろ。これ大師匠難しいね、これ鏡越し、鏡越しショット。鏡越し。そこシナモンで、シナモン。縦にしよう。縦にしたらいけるわ。なんかさ、これさ、ケース貼り替えてからさ、もしかして、もしかしてケースを貼り替えたけん。レンズのとこに重なっとんか。なんか色が違う気がする。内カメの色が変わった気がする。これジル・スチュワート、これ自分。目強い。まあ目力大事に生きてるんで。まあだから睨んでなくても、睨まれたって言われる時もありますが、別に睨んでません。ぼーっとしているだけです。これがね、垂れ目やったらね、ぼーっとしとったらなんかみたいな感じに見えるだけで、私は垂れ目じゃないので。でね、睨まれたとか思っちゃう、すぐ思っちゃうような弱い男に育ってはいけません。
そう、次の時間で最後です。本日意外とあっという間に。次が最後でございます。セレモ生誕セレモニーやってもらえるみたいなので、ぜひ。まあ私推しではないよって人もね、ぜひとも残ってもらえればなと。みんなが来てくれるに越したことはないので。ぜひぜひお待ちしてます。待機しています。お願いします。もう待機しとる、もしかしてもしかして。あ、ごめん、ちょっと鏡を見てたら、鏡見とったら、怖いキャラですが優しい先輩だと知ってます。かっこノアピファンって、ウケる。そう、ノアピみたいになんかガツガツ私に来る子はね、可愛いなと思って可愛がれるんですけど、私は一応自称人見知りなので自称ね、来てくれる子にはって感じです。そんな、しかも千穂さんとかはサラが推しやったけん頑張って、めっちゃ興味のあるものことに関してはガツガツ自分からいけるんですけど、もうそうじゃない限りはあれなので、来てくれる子は可愛がりますが、そうではない子は特に。別にそんな仕事とかに支障が出るくらいの人見知りでは全くないですけど、何でも私は興味が湧かないと動かないかな。まあそれはみんなそうですよね。興味が湧いた子だからみんなお話し会を検討して話しに行くわけであって、こんな感じです。だからそう、仲いいことは本当に仲いいです。仲良くなれます。それはいいところでもありますよ。くれることはあります。
もうちょっとしたらメンバーが楽屋に帰ってくるかな。いつも平田ゆきちゃんと仲良くしてくれてありがとう。ゆきちゃん好きです。かわいい。私かわいい子好き。かわいい子と面白い人が好きです。男性陣の可愛い、男性の可愛いは求めてないんで大丈夫です求めてない、安心して。オタクは、いいオタクが好きです。バルキアオリジンさん、ありがとうございます。なんか出てないな。安心しておくれ。ちゃんちゃん。髪の毛がおきれい？本当に？髪染めたい欲あんまないよね、なんか美容室行きたくないし。それかいって言われるけど。あ、ひなさんだ。配信してるんごよ。あ、配信してない。配信を気づいてないのにサラピーって言ったら、ね、かわいい。そう、私はね、かわいい子と面白い人が好きっていう話をしてた。あ、じゃあ私はかわいい、うん、ひなさんはかわいい子に入ります。当たり前に。7時じゃん。うん。ぼっちタイムは終わりました。そう、私だけだったの、この休憩時間。そんなことある。そう、この時間の休憩時間、私だけ。すげえ配信したくなるの。そう。
そうね、みんな帰ってくる頃。そろそろみんなが帰ってくる頃だと思います。どこのファン、え、でも千代さんのファンはおもろいイメージ。クセ強。配信してる。ん？配信してる。配信してる？あ、そうなの？オみんな帰ってくるか。そうだね、みんな戻ってた。じゃあ、そろそろ終わろうかな。おうち休憩時間は終わったので。そろそろ。今のは福田さんです。あ、そう、ムニキとなっちゃんにね、シャアのお母さんからの福岡土産があるの渡さんといけん、忘れそう。アリちゃん帰ってきたから。アリちゃんは帰ってきたのかな。アリちゃんはいませんでしたので、ランキング読みたいと思います。それではランキング読みますね。13位地方サラピ大好きボイスさん、12位奥雪さん、11位ひーちゃん、10位すけさん、9位エビジェさん、8位プレスさん、7位ウェルマサ元気さん、6位バババさん、5位ヤジウマさん、4位イトちゃん、3位ミノルンさん、2位赤夜サンタさん、1位ナーラブさん、ありがとうございました。それでは、ぼっちタイムに、アリー？あ、違うかも。ぼっちタイムにお付き合い。おお、やっぱそうやった。ど、ピンクが。ピンクが通り過ぎてて。ダブーン。今日は、みなよしアリサです。今日は、あ、この、どうですか？髪の毛を私がしてあげました。サラピヘアです。やってあげました。めっちゃうまです。好評でした、とても。あ、本当ですか。はい、それはよかったです。さっきよりゴージャスになったここでわかるよ。みんな気づいてくれた。ゴージャスになった。なんかさっきまで汚かったみたいな。ひどくない。さっきまでボソボソやったんかな。まあ正解ですけど。いい感じ。でねー、今日は何ヘア。これこれこれはリボン女ヘアです。でもさ、今日リボン、あ、ねえねえ、これつけて。これこれさ、こっちにするけんさ、これさ、ここにさ、後ろに、うん、いい感じにね、任してください。見えないところもおしゃれね。そうよ、見えない、そうよ、見えないところもおしゃれしてます。そうです、後ろは見えないのに。そのタイプのピンはちょっと自分でつけれん。え、とても良いです。え、本当ですか。はい。あ、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 どう、どう見えてる、見えてる、映ってる、映ってる、とても良いです。はい、まっすぐです。あざした。完璧でーす。それでは終わりたいと思います。ぼっちじゃなくなったんで、もうみんな帰ってきたんで。それでは最後の時間は7時10分からです。何時？あ、あと40分ぐらいありますね。バイニャラ、バイバーイ。バイビー、バイバーイ。